テカロボがね、充電器なくて動かなくなってしまってっていう状態のことをみんなで死んでいる悲しいって言ってたから、それで言うとファンキーもいずれは動き出しそうな気はするけどな。とはいえ、この今の状況あまり楽観できなさそうな雰囲気が漂ってくるのがちょっと怖いところ。まあ、どうせこれ後で生き返るんでしょみたいなのが、もしかしたらないような気がする。おちびちゃんがいるっていうことは世代交代を匂わせている可能性があるからな。気になりますね。それはともかく、シュー伝説の水を吸ったぞ。見た目はあまり変わりませんが、なんか普通の花の蜜とは違ってなんか、輝いているんだよな。まあ、とりあえず一旦部屋を出た方が良さそうだね。パパさんママさんの仲直りが済んだ途端にこんな辛い現実が待っているとは、夢にも思わなかったけどな。どうなってしまうんだこれは。OK、じゃあとりあえずここはまた今度見に行くとして、一旦、あれだね。サンプーさんとこ行きましょうか。伝説の蜜をぶっかけて、もう一生花の蜜を吸わなくても満足できる体にしてやりましょう。ジェリーの部屋やってきたぞ。サンプーは相変わらず端っこの方にいるかな？いたー。今は薬が切れて、ちょっと落ち着いてる感じかな？むしろ暴れ終わった充足感でなんか、疲れ切っているというか、憔悴しきっていると言った方が正しいな。サンプー、これを食らうんだ！正義の蜜を食らうがよい。どうだい？どうだい？はい、ぶっかけるよ。じゃべじゃば。わー、また変な顔になってるし。この味は。10年前、この家に過ぎ起こっていたあの伝説の、この滑らかな舌触り、この圧倒的な糖度、この黄金の輝き、ジュブイブイブイ。まさに、超ド級な蜜の味だぷー。決まってんな。怖いわ、もう。ああ、もうダメ。漏らしそう。漏らすな。漏れたぷー。ジブロボさん、ありがとう。もう何も思い残すことはないぷー。嬉しさでどうにかなってしまいそうだぷー。とろけちゃーぷー。爽やかな音楽からとんでもねえ状況を起こしてんな、こいつ。この調子でハッピーハッピーです。あ？サンプーシール手に入れました。サンプーを漏らすことが条件だったのか。チブロさん、さすが、すごい。チブロさんのおかげで、晴れて蜜中毒を卒業できそうだぷー。晴天のような最高の気分だぷー。ん？なんか転がりましたけど。ん？ああ、これ蜜の壺か。うん。みつ。どうかしましたか？やっぱり卒業できなさそうなんですけど。おお、顔が戻ってるし。まさか？え？来るんかい。みつ、みつが来るだって言ってんだろ。ひー。お？あの歌。なんちゃって、冗談だぷー。ありがとぷー。なんちゅう人騒がせな。どちらかというと二重人格を操れるようになったっていう感じなのか？不安なんだけど、もう今後このクマと関わっていいのかどうかがちょっと不安だわ。知ってるぷ？ねえ、知ってる？ギチュマンくんって外国人なんだって。でも絶対嘘だと思うぷ。そうだね。やけに流暢だったからな。うん。まあ、とりあえずサンプルシールも手に入れたからいいのかな。いいってことにしとこうか。ちなみに手に入れたシールはこんな感じ。サンプルシール口の周りに伝説の蜜くっついたままだな。これいいのかな。まあ、いいと思うか。トイレックスに。ファンキーさんどうなるんだろうな。まあ、わかんないけど。とりあえずこれで一通りは終わったかな？ん？よく見たらこんなところに。これ以上、おー。
仲良くしてますね。これ以上なんか新しいお話はあるかな？あなたがいるわ。ホラーな王子様。包帯王子様。もう話さないです。そう、包帯を交換したおかげで清潔感があるゾビンさん素敵っていう感じになってなかったのかな。プラス他もはい、こういうこと。俺さ、夢叶っただ。まんざ信じられねえだ。ツアコノ、ツアコノ。あんたのおかげだ。本当にありがとうな。まあ、二人が幸せならいいか。とりあえず、これジェニーの部屋でできることは全部終わったってこといいかな。大体終わったっぽいね。あと、一個だけなんか、あれがあるみたいだけど、ちょっとそれだけ探してみるか。多分レーザーで反応するんじゃないか？あれ？遠いと反応しない系かな？いろいろと、怒涛の展開が続いて、ちょっと、急に落ち着きが来て、逆に戸惑ってる感じなんだけど、次何やろうかな？まだお話済んでないところとかあるかな？だいぶ出来上がってきてるね。いよいよですね。こっちは見事な葉っぱですね。お花が咲くとどうなるかな。ハッピーがもらえたりするかな。ちょっと気になる。あとさ、これダメか。この取っ手を開けて窓の外に行けるようになったりしないかなと思ったんですが、そういうのもないと。これクレヨンは持てないか。ん？あれ？あ、これ調べられるのか。そういうことか。クレヨンしまえばいいのか。なるほどね。ということはこれ今持ってるやつ全部入れられそうだね。ママさんからもらえるの。あ、そういうことか。ジニーがね、使ったクレヨンを全然片付けてくれなくてママ困ってるのみたいな感じだったのか。よし、そういうことだったらやっておこう。赤クレヨンを入れまして、あと2本ぐらい。でもあと2本もあったっけ？なるほど、こういうのあったんだな。紫と、あ、あるね。多分これ5本でしょう。全部入れてどうなるか見ましょうか。ハッピーハッピー。どうなるかな。クレヨン全部片付けたからってなんか怒るかって言われたらなんかイメージできないけどな。ママさんから19ハッピー。さて、全部綺麗に並びましたね。ママさんも大喜びです。ママさんから100ハッピー。めっちゃもらえるな。この調子でハッピーハッピー。クレヨンシールみたいなのはないんだな。残り時間何しよっかな。なんか夜できそうなことが大体終わったように見えるから、もしかしたら次昼になったら何か事件が、新しい事件起こったり、パパママのお話の進展があるかもしれないね。あとは裏庭から見えた、なんか、屋根っぽいところに乗ってる白ブロックとか、あの辺の回収もできるようにやりたいね。ファンキーのお話が、中途半端だったのも気になるし、あれ？いるやん！まだ残党いるのかよ。なぜこんなにも、湧き出てくるのか。まったく。スパイダーもなかなかしぶとい連中だな。ところで、ここにベベがいるのは何なんだ？お話できるかな？ベベさん。あ、わかってますわ。ラブレターが渡せいないことくらい。ごめん、遊ばせ。リッチマンに渡しちゃったんだよな。コロコロコロコ。また、また落とすのか。快感。楽しそうで何よりですが。今度はそこか。これ何なんだろうな。何度もリッチマンに渡せばいいのか、ちゃんとベベさんに返さないとダメなのか、気になるところですね。
まあいや、ちょっと残り時間もそんなないですし。これ、ベベさんに、どうしようかな。まあ、とりあえず、これ拾うところまでやろうか。どの辺だ？もっと下の段だったよね。通り過ぎそうで怖いわ。てててててん。あるかな？あるかな？ん？あれ？どこ行ったし？あれ？ラブレターがどっか行った？取り逃したか？結構上の段だったのね。やらかしたぜ。うん、何とも言えない終わり方になってしまったが。ああ、おはようございます。溜まったアッピーを生産しましょう。じゃあ最後にこれを見ておこうか。ジベロボランキングは6位から5位になりました。おめでとうございます。トップ5入りのお祝い。ようやくなんかまともなトップ入りになったな。トップ7とかよくわからなかったからね。オレンジ社からボーナスバッテリーが届きました。すごいすごい。320に増えました。どこまで行くんだろうなこれ。400ぐらいかな。でも最初に比べるとすごい増えたな、こうやって見ると。あと955ハッピーですよ。スーパーチベロボになるための一言アドバイスコーナー。なんかちょっとスーパーチベロボの絵が近づいてきてない？現実味を帯びてきたってことかな。チビレーダーが反応したところにはチビポッパーかスプーンがおすすめ。おーん、スプーンもなんかあるんだ。はい、それではチビロボの続き遊んでいきましょう。残り書と前回どの辺までやったかな。ようこそ。ちょっとまたこれ見てみようか。何もないんだったかな。一応今のところは全部買ってあるか。だいぶマネ溜まってきてるし、これを充電に使うのもありかな。どうだろうな、デカロボの左足だったっけか、パーツを手に入れたんで、充電終わったらもしかしたら、デカロボのお話が進むかもしれないんだよな。またのご来店を。ちょっとその辺見たいっていうのもあるね。もう、今のうち使っとくか、とりあえず。充電しましょう。かなり久しぶりな気がする。1000kW で1000マネ。じゃあ、とりあえず4000ぐらい入れてみようか。ちょっと残しておく的な。性格なんで。はい、ドン。これでどのぐらいいく？合計5000で半分ぐらいまでいけば、1万かなっていう感じになるけど。ん？あれ？あれって何？なんかちょっと怖いんだけど、反応の仕方が。あれれ？なんかちょっとオーバーヒートしそうで怖い。なんか怪しい動きしてますけど大丈夫でしょうか。ま、気にしない気にしない。怖いんだけど。5000溜まって、だいたい半分ぐらいっぽく見えるな。やったね。また散らかす。これトンピーが散らかして、チビロボが片付けて、でハッピーとマネが溜まっていくって、永久期間じゃねえか、これ。冷静に考えたら面白いことやってんな。なんかこれ全部溜まった時爆発とかしそうで怖いな。ああ、せっかく1万まで溜めたのに。電池が大爆発してしまいました。またやり直しになってしまうんですかこれみたいな。ありえなくはない。さてと。ではお昼時間になっているので。で、そうか、スパイダーの脅威から解放された後なったんだよね。で、不穏な。あれ。ニュースも流れていたりしたんですが。とりあえず、ハッピーシールを確認して、どの辺のやつを次進めようかっていうのを考えようか。扉探すのもやりたいな。あー、そうだ、これ。渡せないラブレターをちょっと探しに行くっていうのもありかな。あとはこの子たちか。ファンキーさんがどうなってしまうのかっていうのも不安なんだよな。OK、とりあえず、いろいろ見て回ろうか。一夜明けてまた様子が変わってるかもしれないしね。エントランスは特に変わってないかな？この辺ではもう、ん？ああ、そうか、出せないラブレターがあったか。基本的には大体、取ったなという感じなんだけど。これ下から登るのと上から降りるのどっちが早いかな。まあいいや。上から降りてこよう。
登るのは大変だろう。登った後どうせ降りるんだから、先に一発で上行っといた方が早いね。にょ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 。とりあえずラブレターをもらいに行こうか。あわわわわ。この高さだったら平気なんだな。階段のこのステップの真ん中の辺なんだね。よいしょ。はい、ゲット。再びなんだよな。ちびろばさん。また手紙を拾ったんですね。私が読みましょうか。内容が変わってたら、なんかこれ何度も繰り返し系なのかなって感じになるけど。どうだろう。あ、ちょっと手紙の色違わなくない？青色っぽくなってんな。背景、愛しい方へ。ちょっと違う気が。というか、なんで手紙近づいてくるんだろうな。遠くでも聞こえます。あなたの足音。遠くでもわかります。あなたの苦悩。遠くでも見えます。あなたの勇姿。どんな時もあなたを身近に感じます。だけど許されますでしょうか、この恋心。あなたはみんなのあなたでいてほしいから。しれっとトンピーに映ってるし。そんなあなたをいつまでも。私は静かに見守ります。ついに自分を投影し始めたな、トンピ。許されますでしょうかって、その機械とおもちゃの恋は成立するのか的な話。この家で恋が許されない人となると。ああ、まさかあの方が私のこと。そんなの許されません。ああ、この手紙のことは私は知らなかったことにしてください。返事の代わりにお花でもあれば。まさかこれ、トンピーの話なのか？気になるな。お花でもあればか。どっかで、でもそうか。育ててるもんな、今お花。それが成長した時に、もしかしたらトンピーが反応するかもしれないね。お花が綺麗になりましたね。一輪もらってもいいですか？私これを、ちょっと、いただきたいのですが、みたいな感じで。来るかもしれない。そうとなったら、とりあえず育成中の花壇に急ごう。ニョキニョキニョキ。でも先にこっち行くかな。でもパパママはどっちもいないから、一応お話はできそうな気がするけどな。まだ立ち直ってないかな。疲れて寝てしまっている感じか。泣き疲れてる感じだな。本当にファンキーさんはどうなってしまうのか。丸一日？今日の夜あたりに何かあるかもしれないからな。ファンキーちゃん、行ってもうた。ふふん、はなはな。ボーン。ちびろぼさん？まだ時間かかりそうですか。また明日来てみていいわ。ということは、夜時間になってもちょっときついかな。うん。まだ時間はかかりそうだし、どうせだったらな。その、トイレックス関連のお話が進むのと並行して他のもやりたいから。まあ、先に他のところ見に行こうかな。ジェニーのお部屋。花は咲いてるかな？ちょっとこの角度から見えないけど。ん？散歩が普通に歩いてるけど。もう克服したのか。ちびろぼくんのおかげで今はとっても晴れやかな気分だぷー。それだけか。うん。まあ、とりあえずその蜜中毒に困ることはなくなったみたいで安心しましたが。さてと、こちらは、お、ちょっと花出てない？まだつぼみかな？つぼみっぽいけど、白いのは、もうぼちぼちっぽいな。見てみましょ。お、このお花をマーサにプレゼントしますか？いいじゃない。しましょうよ。おう、収穫。粋だなぁ。粋だなぁってどういうことよ。これは、いよいよですね。こっちはピンクの花だけど、まだっぽいね。いよいよですね。これは明日あたりかな？なんか、昼時間、夜時間というよりは、その、昼夜をまたいだ一日経ってからっていうのが、大事っぽいね。
そしてこの部屋の最後の扉はまだ見つかってないんだよな。そんなわかるところにあるのかな。最後の一個は発見大変そうだな。ワンチャンなんかあるとしたら、あの上が怪しいなという気はするんだけど、遠いんだよな。でも遠いけど行っとくか。ちょっと気になるので、この部屋の最後の扉ですね、それだけ見つけたい。それだけ見つければもうあとは気になるものは何もないという感じ。心置きなくこの部屋の探索を終われると言っても過言ではない。こういうクローゼット部分に何かあったり、ん？お！あるじゃーん、ここか。隠れて見えないパターンだったか。やったね。んー、どこしょ。おお、意外とちゃんと見つかるね。どういう構造してんだろうな、これ。誰が何の目的でこの扉を作ったのかちょっと謎だけどな。よし、オッケー。これでこの部屋のやつは扉全部見つかったし。いいね。まあ、あとはこの、まだ途中のお花を回収するとか、2階でゴミを捨てるときのゴミ箱を利用するとか、他にジェニー絡みでイベントが来るかどうかはわかんないけど、まあそういった理由で来るかもしれないぐらいかな。ひとまず、今のところの目的は大体終わったっていうのがいいね。17ハッピー。170。なかなかいい金額だね。また5000まで貯まったら一気に充電しよっかな。エントランス。そういえば昼時間になってから、あれ、ママさんとかとお話ししてないんだったかな。ちょっとママさん探しに行くか。ちょうど、あれ、お花渡しますみたいなのもあるしな。キッチン。ママさんはこっちにいたりしないかな。ん？椅子に座ってる。お、パパがお料理中かい？家事を手伝ってくれているというのは今もなおって感じかな。おお、パパあれからお家の手伝いをするようになったね。今パパがご飯を作ってくれてるのよ。お花持っているのかしら。ここで渡せるか。何か繋がるかな。嬉しいわ。あげる。6ハッピー。ささやかなお花だったな。ん？おお、お花つけちゃったって。面白いね。なるほどね。その、ささやかなハッピーと、お金が返ってきつつ、で、ママさんに、ちょっと、あれだね。アレンジメントをあげるみたいな、そういう感じになるわけか。お、ジェニーもここいるじゃん。でも、ジェニーにはこっから話しかけられないな。届かなーい。なるほどね。一家揃ってお食事中というわけか。雨降って地固まるじゃないけど、さすがにあんなことがあったらな、一家も、なんかまとまらざるを得ないというか、絆はより強固なものになったでしょう。そういえばこの辺って、チビロボが植えたやつは一個もないんだったっけか。まだまだかかりそうやね。あれ？てかこの部屋、あと6箇所もあんの。扉多いな。あの辺にもあるしな。うんうん。ああ、あそこにあるし。ああ、そうか、あれにもあるか。キッチンのアッパー系はこっからしかできないんだよな。まあいいや、とりあえず残りの時間は、キッチンであの扉をなんとかするのをやっておこうか。まあちょっと、パパさんにお話をして、お昼ご飯手伝うっていうのもやってみたい気はしたんだけどね。それでママさんがいる時にお話をしたらどうなるのかとか、やってみたい気持ちも若干ありますが、まああのミニゲームもういっぱいやったからいいかなみたいな気持ちはどこかにある。で、お菓子の箱は、ちゃんと捨てた時の見返りが大きいから拾っておく。なんかこれから、
あれやろうこれやろうって思えば思うほど、そのタイミングでふと時間を見ると時間足りねえなっていう感じがするな。こっちの方って実はあんまり見てなかったような気がしたけど、わあなんかある。しかも何気にアッパー系あそこにない？ん？違うか、あれはアッパー系じゃなくて橋か。橋が見えてるからこれ下なんだな。なんかこういう四角い箱庭があるのかと一瞬思ったけど、そういうわけではないと。いやでもせっかく見つけたし、これは先にやっておこうか。届くかなー。あー何してんもう。あれちょっと飛ばないとダメだったんだな。時間が過ぎていく。今日はあの一個をやるだけで最後かな。でもそうか、こっから、あのなんか、青色のやつがあるから、ちょっと上から飛んで向こうまで行くとかは無理そうだな。こん中通っていって、こっち側から進めないのか。となるとちょっと困るか。でも逆に言えばあの橋を使えば、行けそうか。ちょっとそれだけ試してみようかな。はい、ちゃんとジャンプをして、飛距離を稼ぐことによって届くと。オッケー。ガッチャンとね。最初はこれ侮ってたけどな。謎空間なのは今でも変わらないんだけど。この謎空間から取れるお金が、非常にちびるぼの財布を潤しているということをね、しっかりと自覚しておかなくてはいけない。これで、どうだろう、こっち向きにできないかな。一気に変わっちゃったよ。ウィーン。ウィーン。ちょっとこれで、間違えた。奥に、やっておこう。さすがにもう昼時間終わるから、このタイミングで、お、ちょうど良さそう。ちょっと電池残りが不安だけど、ウィーン。オッケー。これで向こう岸渡って、電池がもう残り少ないよってなっても、いろいろ足りるでしょう。はい、どこでしょう。オッケー。お金たっぷり。あっという間に溜まってきたな。もう3000あるじゃん。じゃあこれ押しといて。押しといて。え？微妙に引っかかってんの？これもしかして。引っかかってる。ダメか。あと一箇所。ああ、いけるかなと思ったけど、ちょうど時間来たね。では、今回はここまでですかね。今日も半日、お疲れ。